はい、どうも、白滝です。今回の動画は、撮影日がね、10月13日、17時44分になるんですけれども、こちらお知らせ見ていきましょう。お知らせ、イチローセレクションの登場選手を当てろ、ツイッターキャンペーンがね、開催されているんですけれども、なんとですね、インターネットの力を借りれば30分で、12球団の選手を当てることができます。いや、おめでとうございます。いや、早すぎない？絶対多分、コナミさんもそんなね、1日、まあ2日3日ぐらいね、かかる、まあ、予定で多分ね、このツイッターキャンペーンされたと思うんですけれども、30分で終わりました。いや、すごいね、ネットの力。やばい。30分で終わったよ。1日もかからず、1時間もかからず、30分で、終わりました。で、今回のね、動画はこのみんなで当てろ、イチローセレクション選手が確定したということで、まあ、12球団の選手ね、見ていこうかなと思います。で、明日にですね、多分ね、このイチローセレクションを引くべきか引くべきではないのかの、まあ、解説動画をね、投稿すると思うので、まあ、ぜひともですね、チャンネル登録とね、この動画にですね、まあ、高評価ね、してもらえればなと思います。ということで、見ていきましょう。ヤクルトの方から見ていきたいんですけれども、金田選手が登場します。2020年最終更新、9位から86、76、86の9位スタミナ AA の同値。個人的にですね、金田さん今一番欲しいんですよ。9スタ AA の、ね、選手があと1人、オーダーに、ね、入れば、その9、スタミナ A か、スタミナ A のコンボが発動するんで、いや、金田さん欲しい。で、どこでも投げれるでしょう。中継ぎも起用することができるんで。いや、金田さん欲しいね。このドロップカーブ。まあ、外駒さんね、ナックルカーブ2種で、リアルタイム対戦ね、まあ、かなり強いんですけれども、金田選手も中継ぎ枠でね、登場したら、まあ、かなり打ちにくいね、球種を持ってるということで、いや、金田選手欲しいね。で、特殊能力はこういった感じになっています。超剛速球、奪三振、回キレ。阪神見ていきましょう。掛布選手が登場します。弾道アーチスト82、82、62と、最終更新が2021年になるんですけれども、ミートパワー AA の同値、そして弾道アーチストということで、リーグリア対どちらも使えてくる最強野手になっています。まあ、村上さんがいるんですけれども、まあ、阪神純正はまあ必須の選手、12球団でも使えてくる選手になっています。で、守備数値はね、こういった感じになっていまして、67と、まあ、どうなんやろう、年代変わるんかな、まあ、このままだと、まあ、同値なんですけれども、年代変えてしまうと、まあ、同値が崩れてくる可能性もあるんで、まあ、多分このままかな。特殊能力は広角打法、アーチスト界存在感と、いやー、いいね、掛布選手、強い、もう大当たりの選手になっています。巨人見ていきましょう。王貞治選手が登場します。いや、能力強いね、アーチスト枠。いや、掛布さん、王さんとアーチスト枠2人いるね。弾道アーチストミートから80、89、64。いや、強すぎる。で、守備数値なんですけれども、特殊でファースト B にすることができます。ファースト B のアーチスト枠で、捕球、スローイング、肩と、まあ、捕球61あれば十分かな。で、特殊能力がアーチスト連発界存在感。ダルビッシュセレクションの時は能力変更あったんですけれども、イチローセレクションどうなんやろ、能力変更してくるんかな。まあ、連発界存在感というね、特殊能力になっています。広島で登場する選手が、ショート枠、野村選手になります。最終更新が2020年、弾道高弾道ミートから80、79、79、称号でミートパワー A の同値にすることができます。で、野村選手来ましたね。で、守備数値はね、こういった感じになっていまして、74、63、72の左打ちになります。で、守備、特殊能力がアベレージヒッター、盗塁界チャンスメーカー。野村選手ね、自分個人的に使ったことないので、ちょっと使ってみたいね、野村選手。いいねー。ショート枠、まあ、坂本さんいるんですけれども、まあ、野村選手もね、十分使えてくるんじゃないのかなと思います。中日で、登場する選手が、中日松坂選手になります。多くの方はね、西武で予想したと思うんですけれども、今回はですね、中日松坂さんと、で、最終更新、こちら2018年かな、2018年シリーズに、72、60、71、で、アニバーサリーでもね、投票で選ばれていました。で、こちら能力で見ていきたいんですけれども、投手適性は先発のみ。で、ストレート、カットボール、ドロップカーブ、フォーク、サークルチェンジ。で、第2球種、ツーシームも持っています。ツーシーム、スライダー。球速がですね、遅いということで、まあ、12球団勢でちょっと使うのは難しいと思うんですけれども、中日純正はね、もう必須級の選手になってくるんじゃないのかなと。特殊能力が強いんですよ。見てください。タイピンチ、切れ替え、伸びと。いや、12球団でもちょっと使えてきそうやな。どうなんやろ。まあ、これはですね、まあ、実際使ってみないとね、わからないんですけれども、いや、特殊能力強い、ツーシームフォークを持っている。まあ、今回は中日松坂選手が、中日バージョンでね、登場します。
横浜で登場する選手が大魔神佐々木選手になります。田中将大セレクションに登場したんですけれども、今回イチローセレクションで登場します。85、78、59、西方向を持っているということで、リアルタイム対戦でも使えてくる、リーグでも使えてくる投手になっています。特殊能力は存在感、奪三振、回帰、キレ。パリーグの方になりまして、オリックス見ていきましょう。オリックスはですね、福良選手が登場します。福良純一選手で、年代なんですけれども、阪急かな、阪急の時に3割打っていまして、打率が3割2分0厘、これはですね、1988年かな、阪急の時に打っていたということで、まあ、この年代で登場してくるんじゃないのかなと予想しています。まあ、その他、1994年かな、優勝する前の年、94年の、まあ、成績が3割飛んで1厘、という、ね、成績なので、まあ、どちらかの、年代の、ね、成績を参考にして、福良選手が、ね、登場してくるんじゃないのかなと予想しています。まあ、パリーグの優勝、オリックスは1995年、1996年と優勝しています。ロッテはヒルマン選手が登場します。9位から77、81、81、称号で QA にすることができます。で、投手適性なんですけど、先発枠でストレート、スライダー、カーブ、チェンジアップ、スクリュー、まあ、純正向きかな、12球団で使うのはちょっと難しいと思います。で、特殊能力がキレ、コントロール、回、対、左打者。楽天見ていきましょう。楽天はですね、こちら田中将大セレクションで登場しました、ジョーンズ選手が楽天枠で登場します。パワーヒッター、60、78、57と、で、守備数値は、ね、こういった感じになっていまして、適性がいいの46で、特殊能力が選球眼、パワーヒッター、回、満塁男。ソフトバンクへ登場する選手が城島選手になります。保守枠、弾道パワーヒッター、ミートから81、81、64、ミートパワー A の同値、前回阪神枠で来たということで、まあ、ソフトバンク枠、まあ、城島さんもね、結構、交互に来ている傾向があります。まあ、今回はソフトバンク枠で、守備数値はね、こういった感じになっていまして、特殊で、保守 A にすることができます。まあ、ダルセレで来るかと思いきや、イチローセレクションで登場してきました。特殊能力がパワーヒッター、保守回、固め打ち。日本ハムファイターズ見ていきましょう。日ハムはですね、2019年最終更新の張本選手になります。ダルビッシュセレクションで登場した時は巨人枠になりまして、日ハムは2019年最終更新、能力がですね、弾道、高弾道、ミートから88、81、73、称号でミート S にすることができます。で、レフトのね、守備数値が47、適性がいいになっていまして、特殊能力がアベレージヒッター、広角打法、回、チャンス。日ハムは張本選手、3割8分3厘ってやばやば成績、今見たけど88というね、能力で登場します。そして最後、西武が秋山選手になります。最終更新が2019年で、こちらはですね、トリプルスリーの年代ではありません。弾道パワーヒッター67、84、84、まあ、もしかしたら秋山さんはトリプルスリーの年代でね、まあ、登場してくるんじゃないのかなと。ダルビッシュ、田中将大セレクションはね、その変更はなかったんですけれども、まあ、イチローさんどうなんやろ、年代変更されてくる可能性も、まあ、あるんじゃないのかなと。まあ、センターの守備数値ね、この年代の場合、まあ、センターの適性が83と、で、特殊能力がパワーヒッター、アップルヒッター、回、盗塁。フルヒッターという特殊能力はね、リアタイではちょっとね、難しい特殊能力になっているんですけれども、まあ、こういったね、能力になっています。この時の年代が、1987年になっています。はい、ということで10月13日木曜日に、イチローセレクションのね、予想ツイッターキャンペーンが始まったんですけれども、なんとですね、開幕30分でね、12球団を、まあ、当てることができた。まあ、これぞね、インターネットの力だなと。まあ、普通のオフラインでね、やっていれば多分難しかったんですけれども、まあ、一瞬でね、終わったということで、まあ、今回ね、この12球団の選手が登場するんですけれども、これは10月21日かな、21日からイチローセレクションが開始されます。まあ、このガチャをね、
くべきか引くべきではないのか、まあ、これに関してはですね、明日ね、まあ、アニバーサリーと比較しながら、まあ、解説していくので、そちらの動画もね、見てもらえればなと思います。まあ、最後まで動画を見てくれた方々、ご視聴ありがとうございました。まあ、もうすぐですね、4万人ということで、チャンネル登録と、まあ、ぜひともですね、この動画にね、高評価の方よろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。